ビロウドカワウソは、哺乳綱食肉目イタチ科ビロウドカワウソ属に分類される食肉類。本種のみでビロウドカワウソ属を構成する。イラク、インド、インドネシア、カンボジア、タイ王国、中華人民共和国南西部、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスも色産地はスマトラ島。イラクには隔離分布する。東道長65から79センチメートル。体重7から11キログラム。尾は、側平たするが、外縁はわずかに扁平。尾の断面は三角形。頬や喉は、白っぽいが、灰色。眼下は大型。鼻孔周辺の皮膚の裸出部分の上縁は平坦か、中央部で凸状になる。以下の分類は、ファン&ラリーブアーに従う。湖沼、マングローブなどに生息し、海洋に生息することもある。主に魚類を食べるが、昆虫、蛇、小型哺乳類などを食べることもある。繁殖様式は胎生。10から12月に交尾を行う。妊娠期間は60から63日。インドやネパールでは10月から翌2月に出産する。1回に1から5頭の幼獣を産む。生後10日で開眼する。生後1年で成獣と、同程度の大きさまで成長し、生後2から3年で性成熟する。ダム建設や干拓による生息地の破壊、工業排水や農薬による水質汚染、狩猟などにより生息数は減少している。1977年にカワウソ赤単位でワシントン条約付属書2に、2019年にワシントン条約付属書Iに掲載されている。ありがとうございます。